10月29日、愛媛みかん大使及びお笑いコンビのティモンディが愛媛県庁を訪れ、愛媛みかん大使の知事表敬訪問及びティモンディの愛媛柑橘部キャプテン部長就任式が行われました。JA 全農愛媛の関岡本部長は、今年のみかんは梅雨の長雨、日照不足により出来栄えを心配していたが、生産者の絶え間ない努力により、倒産バランスの取れた仕上がりとなっている。今年はコロナ禍により試食販売ができないため、メディアを中心とした PR 活動を行っていく、と述べました。ティモンディの高岸さんは、皆さんに元気を与えることを目的に芸能の仕事をさせてもらっている。愛媛の象徴である柑橘を世界中に全力で広めていきたい、と述べました。中村知事は、今年のみかんも美味しく仕上がっており、生産者の努力が伝わってくる。PR 活動を引き受けていただいたティモンディの明るさ、楽しさが世界中にパワーを与えてくれることを大いに期待する、と述べました。